ふわふわ。ふわふわだね。気持ちいい。気持ちいいね。この赤いボタンを押してね。みんな、こんにちは。まりちゃんです。りずちゃんです。今日はディズニーシーで買ってきたお土産を紹介するよ。えいえいあー！タッチ！はい、これはディズニーシーのシェリーメイちゃんとかステラルーちゃんのショッピングバッグです。はい。ここにはシェリーメイちゃん、そしてダッフィー、ジェラトーニ、そしてみんなの大好きなステラルーちゃんがいます。はい、こんなに買ってきました。ということで一つ一つ紹介していきます。イエーイ。覚えてる？うん、カプセル。そう、ディズニーシーでトイカプセルを4つしてきました。はい、これはね、一番欲しかったやつかもしれません。ではディズニーシーでガチャガチャをする動画もアップしますので、ぜひご覧ください。はい、はい、じゃあ今から4つ開けたいと思います。はい、はい、じゃあ開けてごらん。クルクルってやるだけだよ。クルクルクル。これは何だろう。あ、見て。わ、すごい。これ一番欲しかったやつやん。え、このなんとかサンドみたいな。あ、ほら、浮き輪マンだ。すごいすごい、かわいい。なんだ。ラインナップはこんな感じです。ミッキーのワッフルみたいなのと、チュロスと浮き輪マンと、なんとかバーガーみたいな、ミッキーのね、手のなんとかバーガーみたいな。ということで、浮き輪マンとなんとかバーガー出ました。はい、美味しそう。すごい、ちゃんとお皿もあるんだね。はい、そしてあと2つ出してください。かぶるかな。かぶるかな。せーの、オープン。あ、私これ出た。あ、すごい、ミッキーのワッフル。あ、いいかも。食べてる。あ、それは一緒か、かぶっちゃったか。ということで、チュロスだけ出なかったのかな。そう。あ、チュロスだけ出ませんでした。え、でもどっかでチュロス出た気がするんだ。あ、ごめん、5個やってた。ということで、もう1個ありました。あ、じゃあ全部出たってこと。これチュロスかもしれない。うん、あ、え、でもこれチュロスかも。あ、これチュロスだ。チュロスっぽい。せーの、オープン。なになになに。あ、チュロス。やったー、チュロス。はい、5個目でコンプリートできました。ミッキーのチュロス、とっても可愛いです。ちゃんとここも再現されていて、はい、ちゃんとお皿もついていて、この上にこのワッフルを乗せることができます。はい、これはドナルドのお皿、ここにチョンって浮き輪マンを乗せます。はい、これはね、マリちゃんもパパも大好きなバーガーですよ。これをお皿にチョンって乗せますよ。可愛い。はい、こんな感じでキーホルダーみたいにもできます。で、ストラップみたいにもなります。はい、全部で9人のプリンセスたちを買いましたよ。はい、はい、はい、オーロラ姫はこんな感じでとっても可愛いです。ピンクピンクしてるね、まりちゃんたちの大好きなピンクです。はい、これはいずちゃんの大好きなアリスです。こんな感じでふわふわのスカートですね。そして後ろにはリボンがあります。はい、そしてマリちゃんの大好きなベルですね。美女と野獣もね、オープンしてたくさん乗りました。こんな感じでベルのね、ドレスも持ってるんだよね、マリちゃん。とっても可愛いです。はい、そしていずちゃんの大好きなこれは誰ですか。シンデレラ。そう、シンデレラです。ほら、キラキラしてる。これもシンデレラのね、スカートもとっても綺麗で、それでパレードでもシンデレラを見ることができました。ナイトグローってやつだね。はい、そしてアナと雪の女王のアナと、いずちゃんの大好きなアリエルです。次はラプンツェルとジャスミンです。ラプンツェル、好きなお友達はいますか。はい、とっても髪の長いラプンツェル、こんな感じです。はい、そしてジャスミン。ジャスミンはね、まりちゃんドレスも持って着たことがあります。とっても可愛いです。はい、そして最後はティンカーベルです。なんかティンカーベルの顔ちょっとね、どっか向いてますけどね。こんな感じでキラキラしていて、妖精ちゃんでとっても可愛いですね。はい、こちらはディズニーリゾートラインです。こんな感じでくるーってね、いつもこれ走ってるの見るんだよね。うん、上はこんな感じになってます。これをね、トミカで遊んでみたいと思います。はい、シールもついていました。ミニーちゃんのトミカも買ったよ。はい、ミニーちゃんのトミカもね、すごく可愛いんですよ。ここがリボンになってて、タイヤもね、ほらこんな感じでピンクで、そして後ろが可愛いリボンになってます。ちゃんとね、ハンドルも左側についてますね。そして今日のマリちゃんとイズちゃんと同じ服の水玉模様です。はい、ね、よかったね。そしてマ
んちゃんが買ったのはなんとトイストーリーマニアのね乗り物です。はい、これはすごいんですよ。これすごいですか？見ててください。はいはいはい、行きます。これから動くんです。すごい。で、ここもちゃんとねほら動くんだよね。ミニーちゃんと違うね。今回はね、ステラルーちゃんをね、パペットを買ったんだよね。ちょっと二人で遊んでください。なんでステラルーちゃん買ったの？かわいいから。かわいいよね、本当にかわいいよね。はい、タオルはこんな感じです。ふわふわでね、とってもかわいらしいベージュの色です。ここには足のマークね、クレミッキーもあります。かわいいね、フェイスタオルだから手を拭いたりとか、顔を拭いたりとかしたいと思います。はい、はい、他にはこんな感じでタオルとかポーチとか、あとほらミトンも買いました。これ誰だと思う？サリー。そう、サリーのねミトンを買ってきたの。サリーにね食べられそうになるんで、こうやってうわーって。ほら、あまりちゃん上手。それで熱々のクッキーとかそういうのを取っていくの。なんでしょうか、わかる？ハムのお椀はこんな感じです。これはうどんも入りそうだし、ラーメンとか親子丼とかも入りそうですよ。じゃ次はね、ひずちゃんがどうしても欲しいって言ってたこの靴下です。ママとお揃いなんだよね。かわいい。そう、こんな感じでとっても可愛い靴下です。はい、そしてママがとっても欲しかったステラルーちゃんのポーチも買いました。このポーチはちょっとしか入らなそうだね。はい、ステラルーちゃんのポーチの中身はこんな感じでとっても可愛いです。はい、次はステラルーちゃんのタオルも買いました。お土産に買ってみましたよ。喜んでもらえるといいなということで、カノンちゃん、いろちゃんチャンネルのカオリンママに買いましたね。タオルいっぱい使うと思うので、ということで渡したいと思います。はい、次はステラルーちゃんとダッフィーのとっても可愛いタオルです。これは何でしょうか？マリちゃん、イズちゃん、ミナくんが大好きなベイマックスのお皿を買いました。はい、この上にさ、そう、おかずとか置いたりパンとか置いたりね、あの、美味しくベイマックスと一緒にご飯を食べたいと思います。はい、はい、はい、次はラプンツェルの櫛も買いました。はい、はい、ラプンツェルの櫛はこんな感じでとっても溶かしやすくてサラサラになります。次はミナくんにベイマックスの靴下も買いました。スーパーとかに行くときに使えるバッグなの。かわいい。見てて。じゃあ二人とも開けてごらん。中を出してこれ袋になるからやってごらん。うん。そうやって中を開けてごらん。かわいい。そうそう。すごいかわいいでしょ。すごいかわいい。あのパーク内でこれを持ってる人が多かったね。はい。そしてイズちゃんが選んだヘアゴムもこちらです。はい。このね、かわいいね、あのミニ袋もついてきました。イズちゃん、これさ、なんでさ選んだの？だってかわいいから。かわいいからね。その中にシャカシャカ音が鳴るのが入ってるんだよね。そうそうそう、ピンクで。ということで、イズちゃんね、これあのお休みの日に遊びに行く日とかつけたいと思います。はい、そしてパパが買ったベイマックスのなんかビーカーみたいな、これマグカップです。はい、そしてイズちゃん、これ誰かわかる？白雪姫。リンゴをふーって食べそうな白雪姫です。で、これはね、ほらこんな感じでとっても可愛いとっていうと、黒と赤と白でシンプルなね、マグカップです。ひなくんの大好きなベイマックスのマグカップ、ここにね、ベイマックスがちょこんっているの。可愛いでしょ、イズちゃん、これ可愛いね。はい、そしてとっても可愛い可愛いクッキーあんちゃんもね、イズちゃんが大好きだから買ってきました。はい、クッキーあんちゃんのね、カチューシャとね、コインケースは持ってるんですけど、お人形を買ったのはね、初めてです。はい、こんな感じで、足もとっても可愛いでーす。ほんとだ。ふわふわ。ふわふわだね。気持ちいい。気持ちいいね。